お疲れ様でした。マリテッツチャンネルです。さあ、やってまいりました。アメリカに行きましたね。いやー、もう円安で大変ですよ。ここのね、部屋も3泊して18万ですか。はい。すげーなって思った。こんな狭いのに。今までじゃ考えられないですが、はい、まあ皆さんね、ツイッターでね、私を追って行ってくれてる皆様、大変だったことを知ってると思います。これがまあ初日の夜になりますね。もう何時間起きて話なのかわかんないですけど、27時間ぐらいですかね。まあ、ちょっと飛行機でちょこっと寝たぐらいはあったんですけど、いやーほんとね、パスポートなくした時はもうどうするかと思ったよね。やばすぎましたね。これは成田でさ、買うとさ、来るじゃないですか。これでここがほら穴開いてたんですよ。ここが穴開いてて、でこっから落ちたんだろうね。それ以外考えられないので、まずシカゴに着いて、そこからトランスファーニューヨーク行きに乗り換える時だったんですけど、ターミナル5からターミナル3に移動するわけですね。でターミナル3に着いて、でセキュリティポイントっていうのを通って乗り換えのとこに行かなきゃいけないって言われて、で列に並んだんですよ。でそしたらないんです。え、 ID を準備してくださいって書いてたんで、やば、 ID ないと俺ニューヨークに行けねえってなったんですよね。移動できないじゃん。そうだ、国内線だからといってね、ダメなんですよ、 ID ないと。考えて国際線でもう1回出て、あ、そうそう、1回出てまた荷物1回受け取って、でまた預けなきゃいけないんですね。やっぱアメリカってセキュリティ厳しいんで。でシカゴでその入国審査楽だったな。なんか自分の列すごく長い人だったから、あ、質問いっぱいしてくるめんどくさい人だなと思ったけど、全然ビジネスって言われて、他に誰かいないかって言われて、アローンって言って、何日までいるんだって言って、アンティオナインスって言って、セプテンバーナインスって言われただけだったの。3つかな、聞かれたの。それぐらいしかなかったです。その横の列の人はほぼほぼ何も聞かないで次々通してたけど、でまあそこでパスポート見せてるんで、税関の書類あって、その税関の書類を渡す時にもパスポートに挟んでたんで、その税関の書類を絶対持ってるわけです。その後からないんですね。ターミナル5の出口を出て、ターミナル3にトレインが来て、そのトレイン乗って移動する。でターミナル3のセキュリティの7に行く、ここの間で消えてるわけですよ。どこかでなくなってる。でやばいと、じゃあとりあえずロスアンドファウンドに聞こうと思って、ロスアンドファウンドどこにあるのって言って、ダウンスティアーズって言われたかな。ダウンスティアーズって言って行ったんですよ。したらロスアンドファウンドだったんだけど、いわゆるね、荷物の文句とかを受け付けるとこなんですよ。まあ自分もやったことあるんで、壊れてるじゃないかって言って受け付けないってなったことあったし、まあアメリカだとあれか、アディダスのジャージがなくなって、ね、それで対応してもらったってそこなんですけど、もうすっごい態度が悪いわけですよ。めちゃくちゃ態度が悪くて、どうしたらいいとかっていうのもね、 I don't know、 知らない、そもそもあんたの責任だみたいな、 We're not responsible って言ってましたね。そう、横にもう一人です。その人にも聞いたりしてましたけど、そこってそう、責任が生じちゃったらエアライン側にね、なんか支払いしなきゃいけないとかいろいろなっちゃうんで、どこでなくしたんだって言われて、 Where? ここか、 Upstairs か、 Train か、それとも違うターミナルか、知らんから知らんから聞いてるんじゃん。どうしたらいいか、届いてないか、そうだ、届いてないかっていうよりは、これがなくなってるじゃないか、どうなってんだみたいなのを対応するとこだったから、もう何も相手してくれないんですよ。そんなもん自分の責任じゃんみたいな感じで、でまあ最終的には If I were you みたいな感じでね、 I would report to the police って言ってたのが、ポリスに言うと思うよって言われて、ダウエド帰ってこいみたいな感じで言われたんでね。で確かに領事館とかにでやる時にもどうせそのポリスリポートが必要なんで、その警察官に申告したっていうのが必要なんですよ。でもまあ1週間ぐらいかかっちゃうしね、新しいの作ろうと思ったら、なんか戸籍謄本みたいなのも取んなきゃいけないし、でなんと言ってもさ、うわもうニューヨーク行けないのか、でももう荷物預けちゃってるから荷物だけはニューヨーク行っちゃうのかみたいな感じで、どうしたもんかなと思って、でしかも土曜日やから土日って休みですからね、4時間空くの月曜なんですよ。絶望だよね。それで1週間帰れないとかさ、だってホテル泊まるのもパスポートだけ泊まれないでしょ普通は、ね、ID please って言われるわけだ。 ID なしで泊まれるのかっていうのもあったから、これやばいなって思って、まあやばいなと思ったけど、まあこういうトラブルはいつも旅行の醍醐味なんで、自分自身は、まあ、半分楽しんでたよね。真っ青には全然ならないんだよね、生きてるだけで丸儲けみたいな何か思ってるから。でどうしようと思って、とりあえず戻ったんですよ、ターミナル5に。今行った道をたどろうと思って、でターミナル5に戻って、はあ、でもないわ、どうしたらいいんだろうってなっ
て、で、SIM カードね、そうそう、SIM カードがさ、何なんだろうね、この不幸中の幸いというか、ミラクルが重なるんですけど、SIM カードがアクティベートできてなかったんですよ、ちょうど iPad に入れてる。で、アクティベートできてなかったから、買おうとしたんですよ。すごい重なりますからね、偶然が。最初に出口を出た時はまだ時間が早すぎてその店開いてなかったんです。 SIM カードがアクティベート起動できる状況になってなかった。最初の時は開いてなかった。で、戻った時に開いてたんで、で、 SIM カードを買おうと思ったんですね。そしたら何日にのって言われて、まあ1週間ぐらいって言ったら、でもこれ30日とかそういうやつになるから高いよって言われて、60ドルとかするよみたいな、まあ今だと8000円近くするのかな、うん、あでもしょうがない、パスポートなくしちゃったからさ、ネット使えないともう困るからって言ったら、オーマイガーみたいなね、でもね、誰も助けてくんないしみたいなね、言ったら、したらあっちに行きなさいって言ってね、あそこにあるでしょ、なんだっけな、グローバルなんとかだって書いてあったの、グローバルなんとかって書いてあるでしょ、あそこに警察のとこがあるから、そこに聞いてみなさい、でも今日は土曜だから誰もいないかもしれないよで行ったんですけど、暗くてね、見えないんですよ、中がよくね。で、だから、あれもいないのかなったら、いたんですね、実は。黒人の警察官が一人いて、で、来て、I've lost my passport って言ったらね、多分分かってたんですね。もう僕のパスポートをね、持ってたんだよ。置いてあった、前に。でもね、よく見えないね。暗くてよく見えない。何かはあるけど、それがパスポートかなみたいな感じで。で、Where? って言われて、どこでなくしたんだみたいなね。言われて、で、そのターミナル5出てきて、で、ターミナル3のとこ行って、3に行ったらなかったんだって話をして。で、What happened? みたいに言われたんで、これ。で、穴開いて落ちたんだみたいな話をしてね。でも半笑いなんですよ。でもさ、僕知ってるからさ、パスポート見てさ、僕だってわかるじゃない、写真見りゃさ、そんなんで。ID 出せって言われて。いや、ID がパスポートなんだ。感じで、じゃあクレジットカードのやつしかないけどつってクレジットカードのやつやって、いや他の写真付きのないのって言われて、うん、日本の免許証だったらあるけどつって、で日本の免許証出して、でも日本の免許証は漢字で書いてあるからさ、じゃあまあパスポートにも漢字載ってんだけどサインのところで、まあそんなの分かるわけもないですから、とりあえずクレジットカードのやつと名前見て、それではいっつって戻ってきたあ、天かみたいになってね、言ったんですけど、ちゃんとカバンに入れとけっつって、ね、バッグに入れときなさいって言われて、はい見つかりました、よかった。いやー、だこの SIM カードがちゃんと起動しちゃってたら、このね、やりとりなかったから、不幸中の幸いだよね。日本で SIM カード起動でアクティベートしてから行こうと思ってたんだけど、説明書読み間違っててね、アクティベートできてなかったんですよ。でもそのおかげで、パスポート見つかった。あ、よかった。という、まあ偶然がね、重なってたんですけど、まあ、待ち時間長かった。でも本当はね、シカゴの街ちょっと観光したかったんですけどね。めちゃめちゃ待ち時間長かったな。その後も1時間ぐらい探したのを入れてもめちゃめちゃ待ったな。出発も遅れたしさ、やっぱ飛行機の出発って遅れる。昔ことがアプリで、はい、もうボーディングの時間ですってですね、オンタイムってね、こうお知らせがパーンって出てきた時に遅れますっていう知らせがね、同時に聞こえてたから、いやっとしたけど、あとまあ2、30分遅れたのかな、まあ、ちょっと遅れてニューヨーク到着して、で、急いで電車乗んなきゃいけないみたいな感じでね、電車もめんどくさかった。で、電車乗ったら全然違う方向に行っちゃった。で、車掌さんみたいな人がすごい教えてくれた、丁寧に。そう、50ドルしか持ってきてないから、50ドル札。50ドル札ってね、マジで使えないんですよ。そう、水買おうとした時、50ドル札無理って言われたし。みたいな。もう、チップにもできないしさ、早いとこ崩さなきゃいけないのに、やべえって思ってね、今、ピンチです。どうしよう。このホテルの清掃してくれる人のチップも払えないわ。まあ、それでね、違う逆方向行っちゃって、で、同じようにね、全く同じ境遇。そう、俺の斜め前で、そうだ、チケット買ってた人。がいたんで、同じように違うよって言って降りてたんで、まあ、せっかくなんで話したらね、まあ、サンフランシスコから来てるって、そう、やっぱそう、どこからどこでもね、こう話が始まるっていうのが好きなんですよ。空港のね、電車の中でも話が始めたし、飛行機乗ってて横に座ってるそれ話すみたいな感じだったし、エレベーター待ってたらさっきもそうでしたけど、エレベーターで話す、もう当たり前だから、やっぱりこのね、そういう生活に戻りたいので、僕で、そのアンジュルっていう人なんですけど、サンフランシスコから来てる。アンジュルが、まあ、サンフランシスコにいるって言ってたから、ああ、俺留学してたからみたいなんで、まずいろいろ話して、今日大変だった、こんなことがあってみたいな話して、で、アンジュルは何してんのって言ったら、UC バークリーにいるって言ってたんで、あ、UC バークリーだったんだ。何研究してんの？そう、UC バークリーには、あの認知言語学っていうのを作った人のうちの一人がいるんだよって言って、その人の建物ってさ、階がおかしいでしょ？1階2階とかって変な風になってるでしょ、そうそうそうみたいな、あれめっちゃ迷うよみたいな、ね、
そう共通の話題をね言って、そう2人の兄弟が喧嘩して作っちゃったから回数が独立して作ったから回数が合わないっていうめちゃくちゃな建物なんですよ。その話とかしたりとか、あとそう何やってんのっつったらマイクロバイオロジーって言ってて、マイクロバイオロジーの中でもイミュノロジーをガセモンっつって、うおーじゃあもう超今大事じゃんとかね話をしてやってきました。そんな感じなんですよ。旅のトラブルっていうのはもういつもあることなんで、いや大変だった。これから中心街に行ってくでしょう。やっぱり夜なんでもうねタイムズスクエアでしょうね、はい、タイムズスクエア行ってなんか適当にご飯食べてきます。大変だった。もう今日